マイクラでしだれ桜を作る方法。次のアップデートで追加される桜の木、見てこれめっちゃ綺麗じゃない？でも遠くから見るとちょっとのっぺり感。なので今回はマイクラ建築士ランキング日本1位の私がこちらの桜をねおしゃれにしていこうかと思います。まずは桜の木を生やします。うわ、でっかいのできた。コンクリートパウダーと彩油テラコッタを適当に混ぜる。これが花びらみたいに見えるんだよね。桃色の色付きガラスをつけていきます。上の方に階段をこういう形で置いて、水を置いて、のうちはサンゴ、もしゃもしゃ感が出てより自然に近くなるかな。ここからがポイント。しだれさせたい部分に板ガラスをこんな感じで置いていきます。白色の旗にレンガ模様、レンガ模様の旗に白色の縦縞、最後にピンク色のグラデーションをかけてあげます。この旗を置いていきます。ところどころにボタンや看板を置いて立体感を演出。建築に大事なのはそう、立体感。続いてろうそくを置いてちょっと花びらっぽく見せかけます。見えないかな、まあでも置いてください。フロックライトを適当に埋め込めば完成です。夜の見た目もめちゃくちゃかっこいい。チャンネル登録お願いします。